り1分、残り2分、残り3分、残り4分、残り5分、残り10分、残り20分。飛行場を占領したので、空挺部隊を募集できます。空爆開始。同盟が形成されました。同盟が要求されました。鎧がアップグレードされました。オフラインでの基地防衛。オンラインでの基地防衛。バトルコントロールオフライン。オンラインバトルコントロール。戦闘制御が終了しました。ビーコンが検出されました。ビーコンの場所。橋を修理しました。構築キャンセル。建物に侵入され、電金が盗まれる。建物侵入、敵基地パワーダウン。建物に侵入し、新たなテクノロジーを獲得。建物侵入、レーダー妨害。ここではデプロイできません。電金が盗まれた。クロノマイナーオフライン。クロノスフィアの準備完了。工事完了。重要な構造が失われた。クリティカルユニットが失われました。防御力がアップグレードされました。敵同盟が結成されました。敵の力が回復した。戦場制御の確率、待機。フォースシールドが発動。フォースシールド準備完了。起電子フェイン誘発準備完了。受信送信。ジャンダカ不足。鉄のカーテンの準備完了。内容準備完了。低電力。機械工場の客車、今後は全ての車両が自動修理される。任務完了。ミッション失敗。新しい建設オークション。新しいミッション目標を受け取りました。新しいラリーポイントが設立されました。新しい地形が発見された。核ミサイル準備完了。目標が完了しました。石油精製所を占領し、追加の資源を獲得。保有中。オフラインの交付。攻撃を受ける交付。私たちの同盟国が攻撃を受けています。私たちの基地が攻撃を受けています。空挺部隊の準備完了。グレイヤーが負けた。選手が辞任する。権力妨害。主要な建物が選択されました。主な目的は達成されました。サイキックドミネーターの準備完了。レーダー妨害。補強準備完了。援軍が到着した。修理施設が占領された。修理。同盟の申請。ロボット戦車がオンラインに戻った。オフラインのロボット戦車。理事的な目的は達成されました。機密研究所が捕獲され、新技術が利用可能に。飛行中の偵察機。偵察機の準備完了。放棄された構造。構造物駐屯地。販売された構造。テクノロジービルディングチャプチャ。テクノロジービオが失われた。技術病院が占領され、すべての歩兵ユニットが自動修復されるようになりました。盗まれた技術。第三次目標は達成されました。タイマーが開始されました。タイマーが停止しました。トレーニング。進行中の近接に応じられない。ユニットの装甲がアップグレードされました。ユニットの火力がアップグレードされました。ユニット紛失。ユニットが準備されました。昇格したユニット。ユニット準備完了。半大単位。ユニット速度がアップグレードされました。ユニットがアップグレードされました。アップグレードが完了しました。アップグレード中です。警告。クロノスジアが作動しました。
警告、クロノスフィアが検出されました。警告、敵航空艦隊を発見しました。警告、敵の装甲大隊を検出しました。警告、敵艦隊を発見しました。警告、敵歩兵大隊を発見。警告、遺伝子変異誘発剤が活性化されました。警告、遺伝子変異因子が検出されました。警告、鉄のカーテンが作動しました。警告、鉄のカーテンが検出されました。警告、内容が発生しました。警告、核ミサイル発射。警告、核サイロが検出されました。警告、サイキッコドミネーションの起動。警告、サイキッコドミネーターが検出されました。警告、気象制御装置が検出されました。気象制御装置がオフライン。気象制御装置が一時的に使用不可になりました。あなたは勝利です。あなたは負けました。あなたは辞任しました。